ふわっとあずみんです。今日はちょっと雨が降って寒かったですね。私はですね、ちょっとお出かけをした後、桜あんベーグルをね今日は作りました。ベーグル自体はね美味しくできたんですけど、桜の塩漬けを乗せるタイミングですね、それだけはなんかまた今後ちゃんとやりたいなと思いました。でもね、すごい可愛くできてよかったです。また近々長尺のね動画を上げますので、よかったら YouTube ご覧ください。今日あげる、春の三色ちぎりパンの YouTube 動画がですね、とてもね小技の細かい説明とか、理由までね、かなり解説した動画になっております。初心者の方にはとてもおすすめだと思いますので、もしお時間のある方はねぜひご覧ください。では今日もありがとうございました。